皆さんこんばんは、高橋さとしです。今日はキルケゴールの可能性と必然性から見た絶望について解説したいと思います。まずキルケゴールによれば、自己とは本来可能性と必然性との総合であるって言ってるんですね。だから可能性と必然性の2つがあって、その2つが両方バランスよく成り立って初めて自己は成立するって言ってるわけです。で、必然性の絶望っていうのは、すべての可能性とか夢希望といったものを忘れて、必然性ばかりにとらわれて、すべての物事は必然的だから仕方がないと諦めて、日常性に埋没してしまう絶望のことを言います。この例を言うと、人が一人行動しても何も変わらないと思い込んで、ただ日常を生き抜くしかない、そういう人のことを指します。言うと、ジャンプできるのにしようとしない人です。可能性の絶望を説明します。これは、すべての必然性を無視して、抽象的な可能性にばかり生きる絶望です。例で言ってみると、夢ばかり見て、人間は、例えば道具を使わずに、空を飛べるっていう可能性に欠けて生きる人ですね。この人、ジャンプばかりしてですね、地に足のついてない人なんですね。そういう二つの絶望の形態がありますよっていうのを、キルケゴールは、述べています。あなたは何かについて絶望したことはありますか？以上、ありがとうございました。